まだまだこんな時間が楽しい時間が続けばいいのにと、うん、そうだね、思ってしまいますよね。畑野さんどうでしたか。そうだな、今日は本当に面白いこと一つも言えなかったんだ。家に帰った時くらい甘えてもいいかな。でも渡る今日どうしたの。なんかだってすごい楽しそうにしてたじゃん。だって日本一のラジオですごい楽しみにしてて、この間も楽しいって言ってたじゃん。どうしたの。すごい楽しみだったんだけど、でもなんか、なんか嫌なことあった、な何やろ。ねえねえ、ねえ、抱っこ。はい、はい、おいで、はい、おいで、はい、何やだった、渡るよ、何やだった、なんかね、みんなね、ほんとね、渡るのこといじめるんだよ。なんで、わかんないね、こんないい子なのにね、いい子じゃんもんね、渡るいい子でもね、いい子できたね。どうする、何食べる、何食べた、ベッド行きたい。もう罰ゲームが一人のものじゃなくなってる。ユニットコントになっちゃった。逆に聞きたい。なんつか。なぜ絡んでこないのか。どういう。なぜ混じってこないのか。どういう立ち位置で混ざってくるの今のところに。どうしてそこに混じってこないのか。二人きりじゃないっておかしいだろ今の状況で。いいでしょ三人目がいたってさ。おかしいよ。そうおかしいだろ。これはテイク2ですよ。お前やらせた。これはテイク2ですよ。もう終わろう。これにどう混ざってくるかってのは無理だよ。かたくなだね。かたくなに絡んでこない。ね、あの結構俺もね付き合い長いけど真面目と、あの結構本気でやってる。これこの時のマジはマジで本当に本気で嫌がってる時の顔だ。ここも得がないな。死んでも火傷するもんかって顔してた。当たり前だよ、火傷するの分かってて火の中に飛び込むやつはバカだよ。もう人命救助してよ。超おかしかったな。本当本当、渡るはなんでじゃあ巣に戻っちゃった今。すごいなこの男。だってだって変な話ですよ。何、だって僕ら勝負をしてたじゃないですか。そうですね、3本勝負しました、しました。で勝負に勝った我々ですよ、だからもう言ってしまえば渡るもう負け犬ですよ、まあそうですね、ルーザーですよ、そんなルーザーがね、こう勝者の言うことを聞けないなんて何をバカな。お前は本当にド S だね。いや勝ちのこう権限っていうか、ね、まあ、そうね、特権というか、ね、勝った人の権利ではで、そうそうそう、持ってるもの、ね、何食べてんだよ。イワシ。美味しいの、美味しい、美味しいのか、じゃあもっと食べろよ、口に頬張れよ。いただきます。どういう感想なんだよそれを食べて。美味しい。絶対なると思った。美味しい。絶対なると思った。さっきも俺も一瞬ケホってなりそうになった。確かに、ね。意外とね、あのね、砕くと粉になるからね。そう、粉にもなるし、意外と喉ねケホってなったりするんだよね。喋ろうとした瞬間。そう、乾物の宿命ですよこれ。すごいのこれ。本当に。これこのまま行くとずっと続きそうだから。もう楽しかったってことで終わろうぜ。そうだね。はい、それがいいと思う。というわけでこの辺で日本一悲しいお別れです。リスガイアホー日本一レディオ、お相手はマジマジュンジと鈴木達久と畑野渡るでした。